菅美香です。絵を描いています。両親が実を言うと絵を描いておりまして、で気がついたらやっぱり自然に絵を描いていたっていうのが始まりだと思います。でそうですね、その子供たちに絵を教えていたんですね、両親が。で一緒に遊びながら絵を描いてたっていうのがあったと思います。影響を受けたアーティストっていうのはもしかしたら一番最初は父かもしれないです。まあ、父が好きだったシュールレアリズムの例えばデ・キリコであったりとかダリであったりとか、そのあたりの画家は子供の時から好きでした。そうですね、例えばなんですけど、コラージュだったりとか版画を使って制作したりとかってする時には割とこうスケッチをしたものを書き溜めておいて、でそれを後からこう自分でコラージュをしたりっていうのが多いんですけど、キャンバスに描くときはもういきなり描いちゃいます。いきなり、まあ、下塗りをずっと重ねていって、そこからなんか自分が面白いなって思ったところをこうそこから発想を得て描いていくっていうプロセスです。私相反するものが好きで、可愛かったりちょっと怖かったりみたいな、その相反するものが多いので、割とそのコラージュ的なものを作るときには可愛らしさを自分ではちょっと求めていたり、まあ、キャンバスに描くときはどちらかというと内面的なものをもうそこに描いちゃうっていう感じなので、特に使い分けっていうのでもないんですけど、気持ちの意識は少し違ってたりするかもしれないです。一時期は夢日記を書いてたりとかしたんですけども、その夢の中の一部分だったりとか、そういうところから発想を得て書いています。普段は、まあ、イラストレーションの時は、まあ、クライアントからの仕事に合わせて描くってことが多いんですけど、最近はどちらかっていうと、もう与えられたテーマっていうよりも、まあ、自分が描きたいものを描くっていう感じになってまして、でたまたまこの辺りにある顔のシリーズは、去年の夏に展覧会があった時のテーマがフェイストゥーフェイスっていうものだったので、割とちょっと集中して顔を描きました。特に自分では意識はしてなかったんですけれども、まあ、よく考えて自分で考えてみると、アンシメトリーのようなものを画面の中に取り込んだりっていうのは、もしかするとその非対照的であったり不調和的なものっていうのは日本的なものなのかもしれないと思います。やっぱりアートディレクションされているヒロさん、ヒロ杉山さんと高橋金太郎さんが一番そのイラストレーションが日本の中で面白かった時代っていうのが、まあ、なんていうんですか、一番輝かしかったっていうものなんですけど、今なんかこう形を変えて、もうイラストレーションもデザインもアートも全部関係ないところで、また一つの波がこう起こそうっていうか起き始めているっていうところに、なんか自分がそのタイミングに出会ったっていうのがものすごくラッキーだなっていうふうに思っています。